松浦信正、川内守。松浦信正は、江戸時代中期の江戸幕府幕臣。寸府町奉行、大阪町奉行、勘定奉行、長崎奉行、勘定奉行長崎係を歴任した。長崎貿易改革において、長崎会所と長崎町土市より、地下役人との二重行政による弊害解消に努め、成果を上げたが、幼業組事件に関連して失脚した。 元禄元年、1688年5月4日、元禄8年、1695年、または元禄9年、1696年5月、松浦一左門信政の三男として生まれ、重慶、松浦新守の帰徳に伴いその養子となった。宝永元年、1704年1月30日新、守が死去すると、4月3日後をつい寄いとなり、 共法3年、1718年3月16日諸院番、共法4年、1719年8月18日新物役を、歴任した。足高の性のもと、徳川義宗の信任を受け、共法18年、1733年8月7日、最上勝頭、共法19年、1734年12月15日目付を、経て、原文2年、 1737年3月10日、寸府町奉行と昇進を続けた。原文5年、1740年4月3日、大久保門戸の推挙により、大万老町奉行となり、5月1日15位した、川内守に助任された。延長3年、1746年4月28日、官定奉行となり、勘延元年、1748年6月20日、 長崎奉行を兼任した。当初当人貿易に必要な漢文の能力がないとして断ったが、吉宗から、地を知らずは、かなにてかけよとの上位を受け、やむなく受け入れたという。法暦2年、1752年2月25日、長崎奉行を辞して、勘定奉行家役として長崎係の役職を与えられ、長崎奉行との二重体制を敷いたが、洋行組は、 信ぶの権力を背景に、長崎奉行、町年寄りを無視して戦王的にる、舞うようになり、対立が、顕在化した。法歴三年、1753年、養業組の、早川、森による、両外省、松田勤兵衛の上納義延滞にかかる、収賄事件が発覚すると、信ぶもこれを感化し、虚偽の報告をした罪で2月23日小不審に、降格し、 8月4日まで閉門に処された。これを契機として養業組による不正が、次々と暴かれ、関係者が大制処罰された。法暦六年、1756年青、戸村隆三寺を地行地下、小郷村に移し、ついただ指示、第9世以前、連社、深志誉れ商人を解散として中興し、信正院と交した。法暦十年、 1760年9月26日、知事して、家県と合し下尾郷村に隠居した。明和6年、1769年5月11日、死去し、竜造寺に葬られた。馬場文庫近代孔実現ピロク巻に、松浦川内守大阪町奉行のことに記載がある。大岡盛団、駒物屋彦兵衛のつてのモデルとなった。信政が、 大阪町奉行に在任中、高麗橋筋の両替商、戸前屋九五郎が金五百両を盗まれた。一家は、出題、中七を疑ったが、罪を認めなかったため、奉行所に連行し、見せしめのため拷問にかけてくれるよう要請した。しかし、中七は、いかなる拷問にも屈せず、一切を認めなかったため、信政は、戸前一家を知らずに招き、中七は、 盗んでいないと言っている。他に証拠はないのかと尋ねた。一家は口を揃えて、不届き者なのでなかなか白状しないが、キャツが盗んだに間違いない。というので、信政は、それほど言うのなら間違いなかろうが、自白も証拠もなければ、仕置きしようがない。あなた方が証文を提出してくれれば、残首にしよう。と言い、一家は、 中七が五百両を盗んだことに間違いございません。と証文を認めて提出した。ところが、翌年天満で捕獲された、盗賊二郎さんが、とまや一軒について自白し、中七の無実が明らかとなった。信正は、とまや一家を呼び、あなた方は卒骨だ。あなた方の証文のせいで、私は無実の者を殺してしまった。中七の下手人として残らず残暑しなくてはならない。 自分も役にが立たないので、切腹するほかない。と言った。一家が生きた心地せずに控えていると、信政は笑って、ゲゲの者は卒骨だ。そんなこともあろうかと、まだ、中七を殺さないでおいた。と言って、中七を、牢から出し、と間屋に、中七に対し、雇用金として五百両の支払いを命じ、それを過料として、と間屋の不調法は、免罪とした。 その後、とまやと中七は和解して、商売は栄え、信政は幕府内で昇進を続けた。江戸時代、長崎は、長崎会所と長崎町都より、地下役人による二重行政が敷かれ、長崎会所が管轄すべき長崎貿易についても、町都市より等が実務に関わっていたため、貿易利益が町都市より等に流れ、輸出用道の不足。 当選の対流等の問題が生じていた。関営元年、1748年7月老中から、所長を受け、町年寄り等の貿易権益吸収、人員削減による経費節減を指示されると、現地役人から改革協力者を集めて、商売法解所、用業組を組織し、長崎解所見つけ役、村山昭う左江門を、 商売法会所取締に登用、会所銀宮組見習い、森谷次郎に、長崎会所の実務、元出島大人、島谷又次郎に、地下役人の監視、入札承人、白井長兵に、当人貿易の交渉を担当せ、寛演三年、1750年江戸から下校した、環状組頭、早川昌次郎が指示に当たった。寛演二年、 千七百四十九年過去三カ年分の勘定書を提出させた後、これまで商品別に作成していた勘定書を年度別、部業在勤別に作成させ、取引全体の収支を把握するようにした。勘延三年、千七百五十年十月六日諸役人増減書婦、諸役人筆者諸役増減書婦を提出させ、開発後指針霊以後新設された町年寄り末席。 党の役職を廃止した。寛園三年、1750年11月地下役人に十二、過剰の申し渡し書を提示し、年番長年寄りを会所定席に据えて、会所出勤を義務付け、地下役人が行っていた勘定、基調等の貿易事務を、会所の管轄とした。法歴元年、1751年地域人へ、貿易利益が流出していた、人座を廃 年番町としよりが本港前町糸蔵で行っていた江戸向け町新役所の管理、宿町、東通寺が行っていた当選関渡市町、当選外渡市町の作成会所が行うこととし、長崎貿易の権限を会所に集約させた。法歴元年、1751年うるう6月、出島大人組頭筆者小役取前町。 デジマ通じ並筆者小薬文言帳を作成させ、地下役人の報給を減額した。道の不足問題については、寛延三年1750年大阪銀座からの仕入れルートを廃止し、法暦元年1751年大阪に解消役人を派遣して、長崎御用道解消を設置して、諸国銅山割当て法を復活させ、超武行時代の人脈を活かして、 各地の銅山から直接銅を買い付けた。これらの緊縮財政の下長崎会所は、幕府からの廃借金21万両余りを、還元元年1748年以降毎年1万5000両ずつ、返済し、法歴11年1761年完済した。信正院は、明治時代廃物希釈の影響で廃寺となり、奉納品等は、 近隣の唐が熱鳥随聖児童、墓は青と宝持ちに移された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。